もう回してみましょうか。はい。回っちゃった321。サブアカカフェちゃんでございます。雑談今日もね、もう画面も変わりませんしね、くだらない話していきますけどもね。まあ、先生ね。はい。来たるべき未来に絶対来るサッカーの進化って絶対あるわけじゃないですか。そんなことを今日考えててね、ちょっと聞いてもらおうと思ったんですけど、実況とかしててさ、絶対、ウイレクみたいになりますよね、サッカー中継って。名前が頭に出るようになりますよね。なるっすね。絶対だって追尾できる技術あるんですもんね、うん、そうなんですよね。ってなると実況の人はあんまり名前呼ばなくてよくなるとかさ、そうするともう一個先の表現ができるようになったりとか、確かにしたりすんのかなーなんつって。だってもうすでにね、ボランチとボランチつないだりするじゃないですか、試合中に点でね、海外でね、そうですよね、あれ面白いですね。あとは攻撃の方向のね、パーセンテージが出てきたりだとか、そうでしょ、データとか ね、間違いないですね。あと間違いなく出てくるのは、うん、視点カメラみたいな、いろんなスタジアムの視点から自分でポチポチ押してさ、うん、見れるとか出てくるよね。出てきますね。何が起こるかね、そうなるとっていう話よ。あー、なんかほら、ビップ視点みたいなのが生まれてくんじゃない？だから。あるかもしれません、ね。これ以上お金払ってる人はこのカメラのボタンも上げますよっていう。出てきてほしいな、ね、ベンチの中の声聞こえちゃいますよみたいな。ああ、それも出てきてほしいですね。ね。でも、声の方もだって YouTube チャンネル考えたらもう出てきてますよね。あ、そうなの？マジョルカとかだって見えたりするじゃないですか。ああ。ベンチの。ああ。そうそうそう。撮ってなもそのボリュームとかもこう課金でさ。ああ、できると。無料だとちょっとこの辺までの雑音も入っちゃいますけど、みたいな。あ、でもあると思いますよ。F1 でほら、オンボードカメラっていうんですか、はい、F1 に積んでるじゃないカメラ、あれはだから分かんないけど、選手につけるのは難しいかもしれないですけど、なんかゆくゆくは、あ、僕できると思う、まあ、カメラもちっちゃくなって、うん、でしょ、あると思う、そういうことでやっぱり変わっていくってなると、そうなんですよ、何が起こるかね、選手が無駄口叩けなくなってすんのかな、それは今でも、ね、うえーいとか言うと全部入っちゃうあ、でもそれはアドレナリン出るからしょうがないとか、 F1 とかも結構ね、うん、なんかいろいろ言っちゃってるし、あれ F ワードとかも結構出てますからね。あれはもうしょうがないよね、うん、まあね、本当はダメだと思いますけど、しょうがないと思います、あれは。ってなると、うん、試合中に変なボタンを押したら、うん、ボランチの今デュエル数がいくつで勝率いくつ、うん、とかさ、今シーズンのなんかゴール数とか、今シーズンの中で今日の調子はどうなのかっていうのが数字でピャーっと出たりするようなさ、あ、間違いないと思う。見方ができるようです。何度も間違いないしね。うん。そうすると選手、筒抜けになっちゃうね。もう、通好みとかじゃなくてさ、今日の、今日あいつ調子悪いなっていうのが、素人が見てでも分かるわけでしょ？そうです、ね。何が起こる先生、これは。プレッシャー？ん？プレッシャーになるよね、選手的には。だってバレてんだよ、今日、デュエル負けてんの。今だったら気づかないよ。分かる人にしか。途中から試合見た人、ポチッとやったら、あれって言ったら、ほら、番組見てる途中に視聴率出てるようなもんでしょ？そうですね。ね、滑った数芸人の上に出てるようなもんでしょ？10分の3です今日は。7回滑ってら、みたいな。でも、だからこそできるようになることもあるんじゃないですか？なんでしょう？もしかしたら。なんでしょう？例えば、自分がそれだけ負けてるっていう風になったら、どうせ自分のところ狙われるの分かってるから、はいはい、その付近にこう味方をこう集めて、じゃあそこでボールを奪い、逆にボールを奪ってやれっていう、そこの場所に使えるかもしれないしとか。選手もなんかそれをフィードバックできるっていう、ね。そう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 。ってなると僕思うのは、評価軸がちょっと変わってくんじゃないかって気するんですよね。変わるでしょうね。割と渋い仕事をしてる選手が、はい、先生が炙り出すようにね、いつも数字で、あれがほらみんなに分かるようになるわけですよ、きっとダゾン的なものを見てるときも。そうすると人気も出るわけですよね、要は。なんかほら今まで点取る選手がモテてたけど、なんか意外とボランチの低めの選手かっこいいとかなって、子供たちがそれ目指し出し年俸が上がりね、いい選手が後ろに増え出す、うん、今よりももっとってなると点が入んなくなるね、ルールが変わる。いや、でもなんかそのテクノロジーは何かをもたらすと思うんですよね。思いますね。だってだって実はね、その僕がそのデータマン始めたのが2015年だったりするんですけど、実は世の中的にもまさにその2015年がサッカーデータの中でも大変革の1年で、いわゆるウェアラブルデバイスってあるじゃないですか。代表の方々からつけてるやつ。Google グラスとかね。あ、とか。で、全然普及しないじゃないですか、あれ。
ね、5年後にはこれ街誰もつけてますよって5年前ぐらい言ってましたよね、あれね。ちょっといろんなコロナとかもあったから。まあまあまあ、まあ、コロナ関係ないでしょ、ね、まあ、それは。ドラゴンボールのスカウターみたいのね。確かにね。で、その、あの、なんでなんかごまかそうとしてつけてんすか、ひょっとして。先生のメガネ、それ、あれですか、グーグルのやつ見えてんすか、俺が滑った数見えてんすか、ひょっとして。怖い、はあ、怖い、ズーム越しに仮にだったら俺マーサーにしかそれ使えないじゃないですか。世の中俺なんでその何十分間のためだけデータも全部そこに出てんのかなと思って、あの2015年から初めてそのウェアラブルデバイスとかいろんなものつけてよくなったんですよね。だからデータがちゃんと取れ出したっての実は2015年シーズンからなんですよ。選手がブラジャーに入れてるやつとかですか。そう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 、だからまだ 5シーズンぐらいしかできてないんですよ。はあ、はあはあははあ、だまだ黎明期なんですよね、サッカーデータってのは。ああ、なるほどね。そうそうそう。その昔も解析はしてたんだけど、あの、ちゃんとしたデータではなかったって状態なんですね。はいはいはい、なるほど。そう、だからそれがようやっと花開くのが多分2020代年代の前半だと思われる。データマン業界的にもね。だからいよいよこのメディアにもそれが反映されてくるっていうことですよね。ちょっと嘘のやつとかもできんじゃないですか。ちょっとあのデータ放送局に多めに払ったらデータね、水増し問題とかで、またその問題スキャンダルデータ水増しって、すいません出来心でみたいな新聞に載るんじゃないですか、その頃新聞じゃないか。そうですね、もう新聞はないかな、はい、でもほら、この間代表選でさ、健吾さんと岡田さんがこう、はい、裏解説じゃないや、なんか、あ、矢部さんか、はい、とかが喋ってるのが話題になったりしたいでしょ、同時視聴僕らもやってしまってますけど、そういうさ、VIP しか聞けない高額の裏もったいないね。でも専門家はもったいないから、もう家族とかです、うん、VIP しか聞けないの面白さとしては。家族と今嫁と元カノが喋ってるとか聞きたくないですか。この子こういうとこあんのよ、何がわかんのよあんたにっつって、大体あんたはね、泥棒猫キーガシャ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 、俺聞いてるの、ね、週刊誌の記者でしょ、ちょっと。聞けないです、あの高いですから、高いから本当の嗜好品ですから。めちゃめちゃ高いです。ただそれは全部サッカー業界に入るんで。ああ、ね、でかいね。そう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 、そんなことが起こっちゃ、技術が発展するとそういうこと起こんじゃないかなっていう。なるほどね。思いますよね。あとそのカメラが増えることでね、広告貼れるところが僕増えると思うんですよ。でかい。ベンチの中とかがいっぱい映るってなると試合中もね。監督のあの着てるスーツは何いいんじゃないとか。いや。ね。いいね。あれ何あのボトル可愛いんじゃないとか。あのスパイク履きたいな。あの何あのクーラーボックスどこのやつとか。ってなると、すごいスポンサーもそこにね。いや、入ってきてくれた。そうですね。いいですね。あと、ほら、キャラ付けした監督が、すげえ毛皮売りたいから、グラさんとか、ね、そういう監督とかが増え出すわけですよ、キャラの。いや、面白い。キャラ化が進むんじゃないかと。面白い。ということは、物語、ストーリー化、ね、プロレスみたいになってくるんじゃないかと。ストーリーライターが生まれ。いや、全然いいことを。見やすくなってくる。そうしますと、やっぱこれ面白いなってなって、真剣なサッカーリーグの他にちょっとやっぱフィクションのリーグが元選手とかでね、超次元アクロバットありね、乱闘あり電流爆破ありみたいなのが生まれてきてね、どこにつけるんだよ、血とか出始めてね、でそれで一回飽和して握手見たわっつって一回人気なくなってゼロに戻る、もう完全にプロレスの歴史と一緒じゃないですか。いや、もうあれですもん、あの、豚の血を裸足で蹴るところまで戻ります。一回。ペンペングさん。誰の何の話なんだろう。ペンペングさんも会えないね。あの、そう、ストリートに一回戻りますね。そんなことがあったんですね。そこまでやっぱ供給国に行くんじゃないかなと思いますけどもね。面白く、ね、でもね、課金ポイントが増えるっていうのはいいですよね、やっぱ。いやー、それが一番でかいことなんじゃないかな。富裕層から絞り取れっていう合言葉がね、エンタメはあるじゃないですか。でもだってね、エンタメとかスポーツって結局それじゃなきゃやってられないですからね。最近のね、論調ですよね、やっぱりね。VIP 席を。だって投資できないもん、南国とかじゃないからね、何千円とかだったらあんまり意味はないです。僕はもう革命的なアイデア、今、ジャストアイデア思いつきました、先生。これはですね、はい。一人、うん。ポジションに11人の中1人、うん、
富裕層を入れる。変えるんです。で逆に、なるほどね、売る枠を変える。その枠を何て言いますか、まあ、富裕層枠と言っておきましょう、仮に。一人だけ富裕層を入れなきゃいけない、それは。ね。40歳以上の。わかります？わかります。ですから、お互い、もう平等なわけです。どこのポジション入れてもいいですよ。だけど、その富裕層は、そこをね、1試合1億で買います。プレミアとかあったらもう10億ぐらいでいいですね。これはもうリーグとかチームへの見入りになります。なるほど。そこはお互いね、攻撃ポイントでもありますし。そうですね。だから富裕層でお金を払ってるプラス、ちょっとうまいとかめっちゃ人気出るわけですよ。いいトラップしたとかね、インターセプトしたとかね。でも40超えてるから、やっぱちょっとお腹とか出てるわけです。すぐわかるわけです。あれが富裕層だっていうのは。富裕層プレイヤーだ、うん、F プレイヤーだっていうのは。うん。ね。そうするとすごいなんか物語がまたね、生まれて。で、その、なんていうんですか、チームへの見入りはもう毎試合、億ずつ行くわけですから、勝っても負けても。大事だな、大事だな、でも。で、富裕層としてはお金払うことで、プレミアリーグ出れるんですから。J リーグ出れるんですから。富裕層が入れたら2点ですし。つまんなくなるのかな。つまんなくなるでしょ、ね。つまんなくなるのかな。だって戦術がもう意味なさなくなりますから。無理か。うん、そっか。もう戦術ブロガーの方がもうみんないなくなるでしょうね。一人で変わっちゃうか。いやでも富裕層をなんとか一人しな、うまく使わなきゃいけないっていう。多分、10対10になるんだってお互い。変なとこいないでくれってなって。そうですね。もうハーフラインの角に二人ともいるんじゃん。逆の。第4審判みたいな位置に二人でいるんじゃない でそこでほらビジネスの話とかできるから、第4審判の前で。でそれが交流になるから。で、プレミアリーグ出てるよ。ボール来たら返せばいいし。どうする、その3人で YouTube チャンネルでバーって話したりしたら面白いなと思いますけど、ね。この間のね、あの試合の時あれだったね、なんつって。いいなぁ。俺ね、そこ、あの時さ、オフサイドしたって怒られちゃってさ、みたいな、ね。そういうとこまで行くんじゃないかなっていう。ただね、前から言ってます。ちょっと今度またこれ喋りたいですけど、ゴールキーパー。うん、ゴールキーパー論。うん。ゴールキーパーは前後半で変えなきゃいけないというルールがもしできたら、これは僕は面白いんじゃないかなって思うんです。面白いですよね。なんか、まあね、個性的なキーパーが生まれてくんじゃないかなと。負けてる時用キーパー、いやそうよ、ね、パワープレイ用キーパー、うん、え、なんか悪道とかさ、なんかで、なんか飲水タイムができたことによって、僕はね、これまたゆっくり喋りたいですけど、はい、あの、クォーターで変えていいと思うんですよ。二人以上出さなきゃいけないっていう。はいはいはい、はい。だ、戦術が一個幅ができる、足元めっちゃうめえやつ前半に出てくるとかね。うんうんうん。なんか、そういう。で、ちょっと押され始めてる終盤だったら、ね、ちょっとね、そういうセービング型に変えるとかね。そういうことですね。勝ってる時はもう後半インフルエンサーでいいじゃん。キーパー。4-0 ぐらいで勝ったら後半インフルエンサーでいいじゃん。バカバカもロングシュート打たれて。もう止めたら、うわーって湧くわけですよ、アンフィールドとか。ブワーつって。じゃあいいんですよ、チームにそれで、いい、それで10億なんだから。でもやっぱね、サッカー業界にはね、何をしてでもやっぱりお金残さなかったら何の意味もないですからね。そうですね。今スーパーリーグとかなんかで解決しようとしてるところをね、できないなって言ってるとか、そういうことでね。そうなんだよ。でも視聴が面白くなるのはね、これから 5G になるって言いますから。そうですね。ね、5G って何かね。全くわからないです、ね。網目とかまで見れるわけですか。そこまではいかないよ。メッシのシワまで見えるわけですか。楽しみですね。本当そうですね。皆さんはどんなご意見をお持ちになりましたでしょうかというね。コメントいただければと思います。思います。というわけで、最後に先生の格言いよエンターテイメントとスポーツは。はい。エンターテイメントとスポーツは。どん。本当にめちゃくちゃお金がかかるんです。ジャパネット風に、ジャパネット風にね、ベガが安いんですみたいな感じで、ありがとうございました。また明日お会いします。チャンネル登録、これサブアカなんでね、しといてください。マンでした。ナオでした。あざした。またね。あやさん、すいません、なんかね、せっかくだらない。